例の面談記録、東北新社側と総務省が時期がずれました、内容がずれました、総務省は記憶がないといい、東北新社は相談しに行った、で総務大臣が記憶がないと言えと言ったと言って話題になりました。言ったかどうか私は知りませんが、これね、一般的な許認可だから文書管理規定によれば経緯も含めて文書を残さなきゃいけないんです。だから私は面談記録あるかと言ったら何とも答えない、記憶がないとか言って。で3月15日ですよ、私がここで質問したのは、委員長私要求しましたよね、資料。そしたら大臣の調査会が始まって、総務省の調査会始まりましたよね。でそこで当然委員から資料を出せという話があった。議事録今日出てますよ、概要が。今日初めて理事会でその文書がありますと官房長認めましたよ。大臣認めたんですよ、文書があるって。認めたんです。大臣知らない、知ってるか知らないか、認めたの知ってるかどうか、じゃあお答えください。大臣お答えください、知ってるか知らないか。はい、吉田博史総務省情報流通行政局長。お答えいたします。15日に、福山委員から、ご指摘がありました、相談を受けた際のやり取りメモということにつきましては、現在のところそういうものは見つかっておりません。引き続き確認しているところでございます。総務省原邦明官房長。お答え申し上げます。東北新社側から出てきている文書でございます。それは総務省にある文書でございますが、東北新社側の営業の秘密に関わることもございますので、東北新社側の合意がいるということでございまして、今精査をしているとこういう状況でございます。面談記録なんです。それで情報通信行政検証委員会では、
委員からですね、決裁過程の文書、議論を含め、総務省にきちんと情報を出してもらい、接待に関連する行政プロセスのその透明性や公正について、総務省が客観的なエビデンスに基づいて証明できているかという視点で厳しく徹底して検証すべきという話があって、決裁過程文書の存在を原幹部長が認めたと。あるんでしょ、決裁文書、面談記録も官房長。あるんでしょ。いやいや、だから、トーク審査があるとか、トーク審査の了解とか関係ない、総務省に存在するかどうか、イエスかノーか答えてください。原邦昭官房長。面談記録については確認できておりません。一方、許認可申請にかかる一連の過程で東北新社から出てきている文書もあるようでございますが、営業の秘密に関わるような事項もございますので、東北新社の同意も必要であり、今精査をしているとこういう状況でございます。はい、福山哲郎君。あるようでございますかって何ですか、それは。いや、こんな不誠実なね、理事会で言ってることも異なるしね。で、これ調査委員会では資料出すんでしょ。総務大臣、約束1個だけしてください。この調査会で出した資料は全部国会に提出していただけるようにお願いします。後ろに必要ないじゃないですか。原官房長。お答え申し上げます。検証委員会のいろいろな資料の公表につきましては、委員のメンバーの方でお決めいただくことになっておりますので、そういうご指摘があったということは私ども報告したいと思っております。福山哲郎君。委員長じゃない、大臣、調査会には出せて国会に出せないってどういうことですか。とんでもないよ、こんな話。今非常に私強く抗議します。福田委員長、ごめんなさい。本当に今日僕きっちり東京電力と電力会社の今のひどい状況についてお話を伺いたかったんですけど、このやり取りになりました。お許しください。福田委員長、昨日是正処分をされました。大変大きな重たい処分だと思います。その内容についてと、この今の状況について福田委員長からご報告いただいて、私の質問を終わりたいと思いますので、福田委員長、よろしくお願い申し上げます。福田原子力規制委員会委員長。申し訳ありません。部屋の外で待機をしておりまして、質問を伺えておりません。すいません。もう一回どうぞ。東京電力の最近の不祥事トラブルについて、福田委員長、昨日大変重たい処分をされました。この状況についてどう評価されるのかと、このトラブルについて本当にご苦労いただいていると思います。その処分の内容の重さ、東京電力に対して今どういう思いでいらっしゃるのか、福田委員長からご報告と、思いを伝えていただければと思いますので、よろしくお願いします。福田原子力規制委員会委員長、簡潔にお願いを申し上げます。今回の事案、一連の事案を原子力規制委員会としましては極めて重大で、またかつ深刻なものであると考えております。事案の具体的な詳細だけではなく、管理体制の在り方、また東京電力の姿勢そのものが問われるような事案であると考えておりますので、しっかりとした検査確認に努めてまいりたいと考えております。また今回私たちが出した是正命令ですが、この東京電力の脆弱性が回復されるまで、しっかりと背景が確認されるまで、柏崎刈羽原子力発電所における核燃料の移動を禁じるという命令を、出す方針を昨日決定をいたしました。はい、福山哲郎君。私、東日本大震災で原発事故に向かいました。この東電の今回の不祥事、これらの不祥事については大変遺憾に思います。10年前の反省が全く生かされてない、そのことを強く申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。